太平洋空軍はアメリカ空軍の主要部隊の一つ。空軍を構成する主要軍団の一つとして構成され、作戦指揮系統としてはアメリカインド太平洋軍の指揮下にある。人員は約4万5000名、司令部所在地ハワイ州、パールハーバーヒッカム統合基地所在。太平洋、アジア地域のアメリカ空軍戦力を統括する。 組織であり、三個航空軍を主力としている。現任司令官は、ケネス・エス・ウィルズバック空軍大将である。第二次世界大戦中の1944年に、アメリカ陸軍航空軍の部隊等を活用に設立された。極東空軍として、オーストラリア・ブリスベーンに設置されたものが前身である。三個航空軍を参加に入れ、日本軍との戦闘を行った。 第二次世界大戦終結後の1945年12月6日にアメリカ陸軍太平洋航空軍団に改編され5個航空軍を要し太平洋各地に展開した1947年1月1日には極東空軍に戻されている現在の太平洋空軍となったのは1957年7月1日のことであるその間 朝鮮戦争やベトナム戦争に投入され、冷戦においても前線部隊の展開が行われた。1986年以降は統合軍であるアメリカ太平洋軍の作戦指揮を受けるようになっている。2012年9月28日参加の第13空軍の機能を統合した。第13空軍機に司令部が行っていた第7。 空軍を除く太平洋空軍すべての戦闘式などの機能や主要な部隊は太平洋空軍に移管された。第13空軍第1分検隊の日本における調整などの機能は第5空軍が引き継いだ。 https://archive.is/.2012112032643/.http://www.af.mil/.news/.story.aspid="1 億2332万 726http://www.jiji.com/.jc/.v t イコール v パル政作アンポボエ米軍 2012940-02w400 ありがとうございます